こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日はですね、Amazon 輸出公開グループという、Amazon 輸出のノウハウを公開しているというか、公開している非公開グループがありますとややこしいんですけど、何しろそちらにいただいた質問でですね、Amazon 輸出の性質というか、本質についての質問があったんで、それをちょっと解説します。Amazon 輸出は、仕入れから入金までですね、要は支払いから入金まで期間が長いと。まあ、輸出なんでそうですね。Amazon の決済の期間はともかく、買ってから送って納品で販売開始になって売れるまで、まあ、順調に早く行って1ヶ月、まあ、普通に考えたらそれ以上の期間がかかります。ですので、よくある、まあ、転売のインチキノウハウのようにですね、資金はいりませんと、クレジットカードで回しますというのは通用しないです。というかですね、そもそもこのクレジットカードで回す云々っていうのは机上の空論で、まあ、実際には Amazon で売ってれば、アカウントのサスペンド凍結、ね、一時売り上げはもらえないということもありますし、仕入れた商品が思惑通り売れなくて、商品が回転しないということもあります。それをね、お金がない人にカードで回りますって言ってやらせちゃうのは非常に危険なノウハウで、転売アカデミーでは一切お勧めしてません。で、商品についてもですね、時間が経てば値下がりする商品、それを素早く売って利益を得ると。これまた机上の空論になりますね。なんでそういう商品を勧める、情報とかね、勧める軸があるかというと、値段が下がっていく商品で売れる商品っていうのは簡単に見つかるからですね。要は、売れてる商品っていうのはほとんどそういうふうになります。たくさん売れる商品っていうのはほとんどそういう商品になります。で、供給が増えれば増えるほど、たくさん売れれば売れるほど、値段が下がっていくと。なぜなら、たくさん供給できるということは、大量生産が可能な商品で、大量生産っていうのはね、作れば作るほど、安くなっていくからなんですね。そんなわけで、そういう値下がりする商品を忙しく売るっていうのは、そもそも私が教えてる、副業でとかですね、本業があってもう一本の柱にとか、あとは楽々とか、そういうのには全くそぐわないんで、商品選びの時点で、私が教えてるノウハウは、値下がりしない商品、あるいは値上がりする商品ですね、を、仕入れて売ります。そんな形で、まあ、この才能ある友人という方がどういう方かご存じ上げませんが、まあ、おそらく、まあ、一般的にありがちなですね、ノウハウに毒されているのかなという気がします。大企業でもですね、値段が下がっていくものを売ってて、ポコポコ潰れてますんでね、家電量販店とか、まあ、家電を作ってるメーカーとか、値段が下がっていくものを扱って利益を上げるっていうのは、そもそもビジネス的に実はかなり無理があります。で、無理があるってことは、どこかでその無理が出てきますんで、その時には儲からなくなるとか、今まで儲かったと錯覚してたものがすっかり吐き出されるというような事態になります。そんなわけで、正しくというかね、効率よく稼ぐんであれば、扱う商品が大切です。どんな商品が値上がりする商品か、どんな商品なら値下がりしないのか、まあ、その辺は難しいんでですね、自力で探すのは大変だなという方は、転売アカデミーのサポートを受けることをお勧めします。まずは、無料メルマガ、チェックされてみてはいかがでしょうか。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。